皆様こんにちは。聞こえない、まあ、いやここ見てね、カメラ、どこカメラ、ここ、はい、花澤さん今わざとでしょそれごめんなさい、もう集中力切れちゃったパンツ見えないように回してくださいって書いてある。完全に裏からの指示を読むななるべくパンツ見えないように回してくださいの指示を読むな。わ、はい、かりました、ねはい、そしたらこっちがすごいエロチックな感じになります、うん、そうですいい感じで、はい、いきます。はい、姉さん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 のことだけ考えてパンツ見ないで。素晴らしい。なんでここで落ち込んでるんですか、ちょっとなんでパワー使い果たしたかいいですね、すごいこれでなんかねさあ先輩、はい、きっとこれはすごい面白い作品になるんだろうなっていうのを感じていました。ちゃんとそのパンチラの奥にある何か深いものがあるんですか、はい、そうなんです私これ言おうと思ってたんですけどパンツって結局パンツが大事なんじゃなくてパンツの中身が大事じゃないですか。パン大事なものを隠すのありませんよ。そう、大事なのはパンツじゃないの、パンツの中身なんですよ。でもその中身を手に入れるためにはそうおパンツを通過しなければいけないっていう、まあ、だからみんなでパンツに騙されちゃいけないんですよ。大事なのはその中でもかなりそれだけ深いストーリーが隠されているっていうことそういうことですよね、はい、そうですね、そう深いんです。そう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 そ入ってきてもはずいな、うまいこと言ったってコメントしてくれてるもいますよ。あ、杉田のせいになったってこれはどういうシチュエーションがいい、そうそう、うん、どういうシチュエーション、じゃあなんか立ち向かってきてください。立ち向かう、立ち向かう、立ち向かうっていうか、どこまで立ち向かう、なんかわってわっとわっと、いや分かりました、じゃあ杉田さんわっといきますんで、わかりました、よろしくお願いしますじゃあいきますよ、アクション。さあ観念してもらおうか。やめてくださいよ。助け呼んでもよ。ここにはシブリンもチャミオも来ねえよ。な何言ってるんですか、このキャーバコ。サチコ。無駄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 I'm lucky human. 何これ I'm lucky human. 何これWalking human. I'm walking human. 結構和やかで、はい、結構こうシーンとしてはがっつりシリアスなシーンが多かったりするんですけど、意外とほんわかした雰囲気の中でアフレコ進んでるような気がそうですしますね。うんうん、結構大丈夫？サーリー。あの去年の AJ でも私マイクガンってやって痛い目見たんですけど、そんなこともありましたね、はい、何かありますか、こんなセーフが、あのですねどうしました、はい、マイクは食べ物じゃないですよ、大丈夫ですか、はい、ちょっとお肉かなって思っちゃってお肉じゃないんですよ、お腹空いちゃいましたね、はい、いい時間ですからね、すいません、あのテイグです、はい、テイグそうですね、すみません、ちょっと若干記憶がいや、あの持ち帰ろうとしたら顎に当たりました皆様、本当に楽しみになっていただけたら、楽しみにしてるよ、はい、ありがとうございます、はい、よろしくお願いいたします。そしてですね、主題歌の発売日のおさらいをしていただきます叩けなかった、頑張れ、いけるいける、叩くか、はい、大丈夫か、本当に叩くか、大丈夫か、だだだ
はい、じゃ、はい、では失礼させていただきます。おお、まあ、いきます、はい、はい、大根に味噌汁を求めるのは間違ってるだろうか。この空気やめてください。僕これ何度も体験してるんです。本当に本当にもう泣いちゃう、もっともっと泣いちゃう。え、大根に味噌汁、ええ、味噌汁に大根、そう、どっち、そう、味噌汁に大根ですか。まさかした、ちょっと待って。いや、でも味噌汁に大根ってありですよね。はい、ありなんですけど、逆、逆、大根に味噌汁、うん、意味が全く変わりますね。求めれないやつ。そうですね。いい、やめて。どうしたんだよ、いつもやってるじゃないか。松岡さんがいるのよ。やめなさい。マツコでしょ。そうだったわ。マツコちゃん。何よ。最近どうよ。最近？最近はね、最近相馬で。ビーフシチューの会があったと思うんだけど、はいはい、その会で ね、その会で私思ったのよ。何を？相馬が筑前煮を作っ、筑前煮を元にしてなんか料理をこうガルニチュールを付け合わせを作るっていうシーンがあったんだけど、うんうん、ガルニチュールって何かわかる？ガルニチュールよね。わかるわよ。それをなんかこう思ってから家で野菜炒めを作ろうとしたの。あら、野菜炒めを作ろうとしたらさ、これがすっごい美味しいの。やったんですか？やってるの今。いや、めっちゃだってめんどくっちくないですか？時間かかりますよね。うん、それでは最後に、中村さんから。はい、そうですね、非常に現場はフレッシュな感じになるんだろうな、なんだよ、フレッシュでしょ。フレッシュです、確かにここに比べたらフレッシュですよね。フレッシュです、私たち。フレッシュだと思います。匂い、うん、はでも、匂いは大丈夫です、まあ、匂いのきついもの入ってないですもん、ね、きな粉みたいな匂いがこれメロン味ですよって出されたら信じちゃう。色味はそうです、うん、ぜひ召し上がってください。うちょっとまあまあ、そうですね、スタッフもこの企画の場合はバケツをやっぱり用意した。今日生放送なんでね。これすげえまずい。すみません。ちょっと見せない。卵は生だもん、やっぱ。まあちょっとね、頭の中で想像しただけでやばいっす。すごいよこれ。まずい。そんなまずいですか。この色からさ、味噌と醤油の味を想像しないじゃん、まず。あ、しない、ね、忘れてた。それでいて、生卵のさ、なんかこうねっとりした感じ。うわ、健康になるものしか入れてないですけどね。味噌強いね、味噌がやっぱ味が一番するかも。一番ビリだった、早見さんに。早見さんがビリだ。じゃあ一口飲んでいただきましょう。早見さんビリだと俺どう飲むんだ。うわ早見さんやばいよそれ。関さんの台本がこうなっちゃうぐらいやっ。関さんがそうですね、台本こうなっちゃう。これすごいですね。ちょっとバラエティーとはこういうもんだっていうんで、ちょっと飲んでみてください。そんな飲まない方がいいよ。で、鼻から息抜いて。ペロぐらい。いなくなった。ペロ。いなくなったよ。これはペロとけっって。いやいや、絶対やばいもん。あれはやみさんが来週からアフレコ来ないんじゃない？もう私最終回いません。あんな奴らと一緒にやりたくないじゃん。これしかもあれですね、ずっと残るんですね。ずっと残るよ。砂は残るよ。でもね、じゃあありがとうございました。元気なくなっちゃった。待て待て、俺だ俺だ。ああ、ジョー太郎。違うよ、カスカ、カスカ、気をしっかり持て。もう演技はいいんだ、もう芝居はいいんだ。羊兄さん、久しぶり。羊兄さん、まあ兄さんは合ってるからよし。おう、いやいやいや、そうじゃねえよ、お前何やってんだよ、こんなところで。
何ってディオの手先ディオ焼き覚えはねえな。その名前には聞こえばねえ。なんだそれ、あ？みんな、おっぱいは好きか？男、おっぱいは好きか？お、女、おっぱいは好きか？俺は大好きだ！兵道一世役、梶裕貴です。よろしくお願いします。ありがとうございます。バカじゃないの。みんな、おっぱいは好きか？私も欲しい！じゃあ、その秋山忍っていうのはどういうキャラなんでしょうね。秋山忍は、あの、はい、先ほどもちょっと話したんですけど、本名は夏の桐姫さんでございます。うん、あの、もう黒髪黒服の黒ずくめの女の人で、ハサミが武器で、はい、ド S で、はい、美人なんだけど、うん、貧乳なんです。そしてクリスマスの思い出はないです。ないよね。え？え？え？リアクションがでかい。あるあるよ別にあるよ。いい思い出かどうか知らないけどあるよ。あいつなさそう。また田村さん。どう考えても私のファンだから言って大丈夫って感じで。ごめんね、ゆかり王国って書いてあったからいじってもいいかなって思って。いや、あいつはねえかもしんねえけどよ。あいつは今日が一番のクリスマスだったわ。メリークリスマス。メリークリスマス。よかったね。ヌルシビブリタニアが命じる、俺の歌を取れ。ちょっと待って。私ね、顔の3分の1ぐらいデコなんですけど、すごくないですか。なんかあれね、ひどいんですよ、桜彩音の花澤香菜のセクハラが。あ、そんなことない、はい、そういうタレコミが、そう、大沢からいつクレームが来るかな。事務所からね。そんなことしたことないですけど。いや、むしろ逆セクハラで、あの毎回あの私のために足を出してくれてるそうなんです、うん、みんな見てみんな見てじゃん。いい足でしょ。毎回私のために足を出してくれてる。本当なんですよ、ね、あ、花澤さんのリクエスト。何照れてるの。照れてる、ね、違う、あの、そうなんです。昔足を褒めてもらったことがあって、で毎回足出してきたらいいよって言われてから、あのキャスト表で花ちゃんの名前を見つけると、よし、明日短パンだな。皆さんも、皆さんも当然登場されてますけども、はい、ええ、藤原さんと目が合うとすごい。圧がすごい。そう、まあ、あの、この役をいただいて、はい、まあ、大ブレイク間違いなしと狙ってますよ。人気アイドル声優の藤原です。つながりのお話をすると、それはもう藤原さんも水を飲むぐらいしかすることができませんので。飲んでるし、なんでしょう。サイコパス2の現場はいかがですか。いや、いい現場だよ。いや、あの、もう少し舞台性が欲しいんですよ。見てわかるよね、うん、我々が、うん、8月だ。そう、我々が8月担当。姉さん、ちゃんと仕事してる。そして、落ち着け、お姉ちゃん。さくら、さくらさん、呼び捨てですよ。元気にしていますか。二人とも元気してる。何してる。元気してる。元気してる。ゾンカさん変わったよね。変わった、どうしたの。元気か。いいと思って、キャーキャーって言ってる、たぶんキャーって言ってる。ダーン、近づいてくるな、これ。まあ、本当に夏だから、また夏だからね、日が用意したからね。うん、ほんとそうなの。だからね、なんか元気出して行ってもらいたい。だからね、
すごい、口すごい今ね、多分絶対サクラすごい冷めた目したで、うちの姉の方はね、ちょっとっていう顔でずっと見てる絶対だよ、これ想像できるもう読まれてる、読まれてる松岡義次に読まれてる腹立つなめない、まあ、いつでもスワイプできますかウェーブ、そうじゃないんだよ、スワイプちょっと近寄ってきたーやめろやめろ、来るなこっちか、すごい、なにこのホームビデオみたいなでは早速、本日のゲストさんをご紹介しましょう。この方です。どうも、田中みな実です。嘘やん嘘やん嘘やん、みな実ちゃん大きくなっちゃって、もう可愛いの。いつもみたいにキスしてよちょっと待ってください。ま、みなみちゃんといつもキスしてるわけないじゃないですか。ちょっとやめてくださいよ。ちょっと普通に、あの、私生放送で1時間一人で喋るとどれだけ緊張してるか、さっき力説しましたよね。いやでも頑張ってるよ、いい感じだったよ冒頭のトーク。今回はね、俺がいっぱいいっぱいマッシュマッシュにしてやっから。マッシュマッシュってどういうことですか。マッシュマッシュに回してやっから。あ、大丈夫、助かります、ありがとうございます。任すとき楽しいです。じゃあせっかく生でね、あの、改めましてマフィア梶田さんにお越しいただきました。はい、どうも、皆さんのサーヴァント、マフィア梶田です。皆さんのサーヴァント、なるほどですね。うん、みなみちゃんのいないピンチに梶田さんが来てくださいました、うん、あの、前回登場していただいたんですけれども、うんうんうん、その時私たち初対面という形で。そうだったね、まあ、今じゃすっかりマブだけどね。マブですか、私たち。嬉しいです、そういう風に言ってもらえて。なんかね、同じ画角にこういるっていうことがなかなか珍しいなと今でも思ってしまいますが、うん、いやでも、まあ、見てる人はみんな兄弟かなって思ってるんじゃない。似てる、私たち兄弟まで言ってしまいますか。パーツパーツで見れば似てるんじゃない。これメガネかけてるし、ね、メガネかけてるし、鼻とか口もついてるし、そう、ついてるし、一緒ですね。一緒だよ、うん、じゃあもうみんな兄弟、みんな兄弟ですね。いいよ、お兄ちゃんって呼んでいいよ、お兄ちゃん。はい、あれからこのラジオの、そのこんな感じでいいんですか。いつらは、まあ、基本的にはおいおい、みんな先輩やぞ。ちょっとどうも俺らのことらしいですね。だいぶかな、うん、おかしなやつらだから取り消せよバカ野郎。それをこう、なんて言うんだろう、ひとまとめにするっていうのは俺しかできないかなっていうのは毎週思うよね。戸松、うん、おかしいなあいつは。まあ、可愛いんだけどね、悪くないよ、うん。何でも僕は引っ張りますよ。近すぎだよ、やるやる、近いよ、映画よりがきついよ、そのための僕だから、うん、そうなんだよね結局。あ、疲れたな、帰ろう。あれ、やっぱ耳残るんだよな。なかった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 。あんまワーキングヒューマンだっけ。残るな、いいな、あれ。お相手は小倉優衣と、ドナルド・トランプでした。